はい、お待たせしました。陣内です。ファン2013続きをプレイしていきます。1日ぶりっていうか、1日丸々ちょっとプレイできなくて空いちゃってるので心配なんですけど、いきなり予選だからね、勘を取り戻しながらコースの特性を思い出しながらいきなり予選を走らなくてはならない。よし、よし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 、あーやばいな、よく前が混雑してるな、随分アタックラップだというのに。よし、ちょっとずつ勘を取り戻してる。8位以内に入らないといけない。あーきついな。あーもうちょっと思い切りはいいブレーキングが必要だったかもしれない。やっぱ久しぶりだとちょっと辛いね。あー滑る滑る滑る、邪魔だ。ここは全開で曲がって、はい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 、リアです。みんな速いな、8位以内何くらい。あーちょっとブレーキ遅れた。あー滑る、あー滑る、でもバトーはオーバーなんとかした。お1位じゃん。あれでもタイム俺すごい遅いんじゃないあれ俺前回とかタイムいくつあったのか覚えてない。あーごめんねー、あーうち、バトンとかの方が早く、バトンは分かんないけど他のメンバーの方が多分早かったと思う。まあ次だな、あともう一周走ってみんながいろいろ好タイムを出してきた時にこんな感じかってことかな。俺このラップちょっと多分デストラップ出ない、ね、最初ちょっとミスったから。ここはアクセルの抜き方が重要で、ここはちょっと、あ早かった、ブレーキングを軽くした方がいいんだけど、あとはアクセルを抜くだけでカーブが割れる。よし、いけるか。ここアクセル全開すると滑るな、あそこが。ここも曲がるタイミング、ノーズをインにぶっ込むタイミングが難しい。とりあえず全開でいきつつ、はい、ブレーキングしつつの曲がりつつ、アクセル踏みつつ全開。でもバトン離してるな。リアレスポイントしせった。まず、あと2周ぐらいか。DRS オン、ああ分かってる、あブレーキ速かった、ミスった。 150m 表記じゃん、あれが 100m に見えた。ラストラップにかけるしかないな。滑らかなハンドリング、データによるとタイヤの温度は良好だ。ダメ、邪魔だなんとかこの周回のうちに彼らをオーバーテイクして、ちょっと荒っぽいね。彼らは多分今スピード落としてたね、完全に。ありがたい、あー前方がクリーンだ、非常に。
助かる。軽くアクセル抜き気味で、よし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 、ブレーキングが遅れた。あー、くそ、せっかく前方がクリーンだったのに。大いなる痛手。このオーバーテイクはまあまあうまくいってんじゃない。でもスピード落としてやる。よし、前方がクリーンだ。これなら勝負に出られるんじゃないか。残り3分だ。ファイナルラップ。ちょっと今コーナーの出口ですから。分かってるって。あれあれ、右に曲がれない、右に曲がれないって。出た出た出た、あのなんかロックしちゃう問題。でもファイナルラップでそれが出ることはないのに。あー、遅れてるな、タイムが。もうちょっとブレーキングが必要なのかな。ちょっと、ブレーキの仕方が悪いのかな。それは可能性あるよね。アウチ。スピード出しすぎなだけなのかもしれないな。ピットストップが必要だっていう。ここ意外と角度あるんだよね。不安になる最終ラップだな。ピットストップが必要らしいが、ピットストップなんかするわけないだろう。ダメだな、タイム結局遅い。今のところポールポジションだ。これはね、すごくいいことですよ。もうこの予選は終わりなんで、もう走りきれないので流していきます。いや、これってことはポールポジションゲットだね。これは嬉しい。落ち着いてちょっとコース確認していこう。決勝は残り30秒だ。分かってるって。滑らかなハンドリング、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 滑らかなハンドリング。はいはいはい、ガス欠だ、ガス欠。滑らかなハンドリング、滑らかなハンドリング、滑らかなハンドリング。うるさい。やっぱ滑らかなハンドリングで走る方がね、多分見ていて気持ちいいラインで泳げてると思うので。あー、やばい、ここ難しいよね。カーズを使う。DRS を使う。このピットインの場所も分かりにくいからよく覚えておかなきゃ。で、そのまま誰どこやねんってなったら困るからね。おめでとう、ポールポジションだ。イエーイ、見事な走りだったな。やっぱりレベル上げます。でもまあ1秒近く差をつけてるわけだからね、1位と。レベル上げますね、次のレースからは。イエーイ、
どうもありがとうみんな。イエーイイエーイ。アチーナでフィニッシュクリア。タクム陣内イエーイ。さてということで本戦に行きたいと思います。今回予選はここまでということで、どうしようかな。予選一つずつ切っていこうか、全部つなげていこうか。これちょっと今でも迷ってますね。で、まあ、ということでこの辺で今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。